リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。イエーイ。はい、ということで、マイタウンのハウジング紹介第3弾。3って難しいね、このトラッキングだとね。3弾。はい、やっていきたいと思います。はい、3弾は、こちらの、ハロウィン城ですね。見ていきましょう。正式名称は、ネルゲルとリントのハロウィン城になっております。はい、私の大好きなネルゲルさんがねたくさんいますよ。はい、では早速見ていきたいと思うんですけれども、まずはここのね、庭で1個ご紹介していなかった部分もあるので、そちらもねご紹介したいと思います。実はあそこにワープストーンの黄色が1個置いてあるんですね。それは後から紹介していきましょうか。まずはお家の中に入りましょう。はい、ではこちらですね。あまり大きくは変わってないです、このに、お城の一帯は。昔にも動画上げてるんですけれども、その昔の時からあんまり変わってないです。強いて言うと下のここの床の部分がちょっと穴開き状態のこのなんだっけね、シンプルな切り替え土台のこの石板みたいなのところをちょっとこう穴が開いて下が見えるような朽ちた感じをねしております。でちょっとこうなんだろうね、ああいう古代の生き物って言ったらいいのかな、アノマロカリスだったり、あそこにアンモナイトがいますね。で首長竜、あとワニがいるんだけどワニが見えない。あ、いた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 、なんだっけ、サル、サルクスクスだっけ、サルコスクスなんだっけな前全然覚えてないね。魚を見る、はい、サルコスクス合ってたね、とアンモナイトとエラスモサウルスが2匹とエラスモサウルスとアノマロカリスね。アノマロカリスはちょっとちっちゃいけど私の好きな古代の生き物でございます。カンブリア紀のね、アノマロカリスですね。はい、で1階はこんな感じで下の水槽が見えて、こう自然が朽ちたような神殿のような雰囲気を作っていて、ちょっと不思議な感じのこう光をね演出できるものを置き、ハロウィンのものがちょこちょこと置かさっていて、ネルゲル様と、最近好きなナージーンですね、とお宝箱みたいな感じになっております。雰囲気的にはいいんじゃないですか、この感じ。こんな雰囲気でございます。では2階見ていきましょう。はい、2階もちょっとこう不思議な雰囲気になっておりますが、あそこのミラーボールがすごい気になりますね。ここは私が使っているメインのドレスアップを飾っているところになります。ちょっとね、大きい水槽がこう元はあるんですけど、水槽をねこうドーム状のものと見立てておいております。そして私がよく使っているメインのドレア、最近作ったそのメインのドレアに近いような、トランプボレロの上を使った黒いシックな感じと、あと白いタイプですね。でこれをぐるっと見ると、はい、ネルゲルがいます。そしてこうベンチがありますので、ここに一緒に座ることができますと。こんな感じで幻想的にねネルゲルと写真が撮れます。はい、こんな感じね、ここはね、またプリンセスコンテスト応募したりしたいんで、その時にちょっとハウジングが変わるかもしれないです。ちょっとね、自分らしさをテーマなものとした、プリンセスの写真を撮りたいなと思ってはいるので、
ちょっとどういう感じの雰囲気になるかわかんないですけど、ちょっとハウジングしていきたいと思います。そして3階。3階は本当にずっと変わってないですね。昔ご紹介したナイトメアビフォークリスマスのジャックのね、ジャックが、クリスマスか。クリスマスの研究をしてるみたいな雰囲気を作ったまま、そのまんまですね。だからクリスマスのものとハロウィンのものとが混在して、こう、ぐつぐつと研究したりとか、本を読んだりだとかっていうような雰囲気の場所になっております。で、あと、ペットが置いてあったりみたいな感じで、ここはほとんど昔から変わらないですね。強いて言うと、これ。投影機か。この投影機のものが投影されてるのが増えたぐらいじゃないかな。なんか投影機売ってたから買っておいたよみたいな感じですね。他はほぼほぼ変わってないと思います。そしてさっき、冒頭でも触れました、ワープストーン、ワープクリスタルか。の黄色。を使うと来れる場所がこちらになってます。はい、ワープストーン黄色で来るとここですね、リントの秘密基地風な場所です。ここは基本的に、私がここでちょっとベッドで寝てたりとか、あとはここに座りながら座る仕草あったかな、これか。このお茶の仕草しながらここで妖精の姿を見てることが多いです。もうね、風景もいいんですよ。こんな感じでいろいろ見える感じですね。はい、という屋根裏になっております。ではせっかくなのでマイターンを紫で下に降りましょうか。はい、という感じの、お家になっております。ネルゲルとリントの、ネルゲルとリントのハロウィン城ですね。となっております。では、最後はあちらの、野猿館のご紹介を次の動画でしていけたらなと思います。では、今日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次は次回、野猿館のご紹介でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。